いていられるね。あと人生が何回あっても届かないところにいるよね。たった一秒でわかる君、100日目もわかんない私、やる気あるからわかる君、やる気ないからわかんない私、欲もそんなダメなれしく、いつまでも隣にいるよね。長く寝ていたいと思っていた夜だった。一秒も寝ていられないほど追い詰められた夜だった。刻一刻と近づく時がいつまでなのか知りたかった。国士国士は続いてく、それでいいかと受け入れた。いっそなりたくなかった大人の姿になってしまった方がよかった。事実は想像面白いほど慣れると思っていた俺だった。一人前も食べきれぬほど追い詰められた俺だった。刻一刻と重ねる時が終わったならおしまいなのに、続いてくそれも夢だと諦めた。いっそ慣れ親しんだ家のお墓に入っていた方がよかった。時代は想像よりずっとガチガチ